なんと7人目の仮面ライダーが分かっちゃいました。はい、ということで本日は仮面ライダーセイバー第6章疾風のごとく剣山ということで、やっとね、こう最初の、制作発表かなの時に登場した仮面ライダーがもう全員出揃いましたね。本日でなんと仮面ライダー剣山、こんなキャラやったんですね。なんかめちゃくちゃ僕は嫌いなキャラですね。最初のね、トーマとレンの絡みの時に、トーマが剣は修行中と自己紹介すると、下っ端かと笑い飛ばして、ちょっとねトーマをバカにするようなシーンもありましたけども、こういうキャラなんですね、仮面ライダー剣山っていうのは。でもね、最後しっかりデザストを倒したの、デザストをちょっと倒したか分かんないですけど、まあ、まだねデザスト出てくると思うんですけど、あんな強かったデザストに勝つというね、剣山のそのね実力はもう証明されましたね、これで。いやでも強かったですね、あびっくりした。で、あとそのトーマのね火炎剣劣化がちょっと抜けなくなってしまう事態が発生したんですけども、これは今後ねどうなっていくのか。でトーマがトーマがねこう本をねこういろいろ探ってるシーンあって、ここはあの大神寺とめちゃくちゃなんか仲良さげな、ちょっとコミカルなところがあって面白かったなと思います。でまだ大神寺もねかなり人見知りがいい味出てますね、なんかね。でまあ後半になれば笑い合ってね、もうトーマとは打ち解けたんじゃないかなと思います。でまあまたね一番心配なのが凛太郎じゃないでしょうか。もうなんと15年前にねズオスに師匠である先代の水の剣士をこう倒されてたんですね。でなんとねこれも次回の仮面ライダーセイバーの公式のホームページで発表されてたんですけど、なんとこの水の先代の水の戦士、まさかの冒険ブルーの三上さんが担当されるということで、来週これめちゃくちゃ楽しみですね。で前回のやつも唐橋さんが15年ぶりに仮面ライダーファイズからすると15年ぶりに出てきたので、でこれ14年ぶりに出るっていうのが、例えばこの時系列と合わせてきてるんちゃうかなっていうのを思いますね。15年前に何かがあって、15年前にこの闇の戦士カリバーが裏切ったじゃないですか。それが15年前にファイズに出てた唐橋さんが演じてて、約15年前に演じてた冒険ブルーの三上さんがまたこうやって出てくるってことは、14、5年前の作品、まあ冒険者と仮面ライダーファイズがそうなるのかの中から、まあ、ウルトラマンもその同じ時代に放送されてたらちょっとわかんないですけど、そっから例えば今後雷の剣士の先代とか風の剣士の先代もそのあたりの特撮に出演されてた、特撮ヒーロー OB の方が出てくるんちゃうかなと、ちょっとね今回前回と今回の見て思いました。でなんといってももう仮面ライダーセイバー始まって、仮面ライダーセイバー、仮面ライダーブレイス、エスパーダ、バスター、剣山、カリバーと、もう6人の仮面ライダー出てきてるんですけど、なんともう7人目の仮面ライダーが分かっちゃいました。その7人目の仮面ライダーの名前というのが、これ、すいません、これ僕の完全な予想です。
仮面ライダースラッシュで、変身者は大神事。これはね、ほぼ確で当たると思います。っていうのが、この仮面ライダーセイバーに出てくる仮面ライダーって、結構剣とゆかりがある名前が多いんですよ。例えば、あの仮面ライダーセイバーであれば日本語でサーベルのことを表してます。で、エスパーダっていうのがスペイン語、ポルトガル語で刀剣という意味があって、カリバー もう確実にこれはあのエクスカリバーのカリバーから来てるんじゃないかなと思います。で、こういう名前を調べてたら気になるキャラクターもいるんですよ。例えばブレイズとか、ブレイズっていう意味をこう調べていくと、ブレイズって水の剣士じゃないですか。その割に出てくるのが結構炎とか火炎っていう意味がすごい出てくるので、これはちょっと今後考察していきたいところでもあるんで、ここは今日はちょっと一旦飛ばしておいて、で、今日出てきたスラッシュという単語が今日ね出てきましたけど、これが大神事の別名でもあるんでしょうね。こうそう呼ぶのはソフィアだけだって言ってたので、ソフィアは大神事のことをスラッシュと呼んでるそうで、そういうところからスラッシュっていう意味をね検索してみたんですけど、これもまたちょっとね剣にまつわる名前になってくるんですよね。で、例えばそのモンスターハンターとかであればスラッシュアックスとかっていう武器があったり、前作の仮面ライダー01ではザイヤスラッシュライザーっていうね、仮面ライダージンがバーニングファルコンに変身する変身アイテムとしてあったのが、やっぱあれもスラッシュライザーっていう、こう剣をね使って変身するあのアイテムだったので、結構スラッシュっていうのがやっぱ剣とかそういう武器に名前がどうしてもつきやすいっていうのと、あとスラッシュっていうねシンプルな意味を調べてたんですけど、そのセイバーとかエスパーダみたいに直接的なねあの剣との絡みはなかったんですけど、調べていくとナイフ、剣なのでサッと切る、深く切る、めった切りにするみたいなっていう感じで、調べてたら出てきたので、まあ、かなりのスラッシュっていう言葉も剣と深い関わりがある名前なので、仮面ライダースラッシュっていうのが今後出てくるんじゃないかなと思います。で、変身者がもう完全にこれは大神事で間違いないでしょう。前回の動画で僕多分大神事は変身しないでしょうって言ったんですけど、もう1週間でガラッと意見が変わっちゃいました。大神事は7人目の仮面ライダーでほぼ確定だと思います。なので、ちょっとね、どういう感じの仮面ライダーなのかもちょっとね、楽しみにしたいですね。何系のライドブックで変身するのか。今のところ、神獣で言うと、ドラゴンのセイバーと、玄武の、バスターが神獣。で、動物系がブレイズのみか。一応、カリバーも神獣ですね。で、エスパーダ、剣山は共に物語の仮面ライダーなので、数的に言ったら動物のライドブックで変身するのが圧倒的に少ない。なので、そろそろ動物系のライドブックで変身する仮面ライダーが登場してもいいんじゃないかなと思います。で、大神事が着てる服的になんかオレンジっぽい服を着てるんで、だからオレンジ色の仮面ライダーなんちゃうかなと思ったりもします。オレンジ色の仮面ライダーってちょっと珍しいんちゃうかな。なんかあんまりパッと出てこないんであれですけど、なんでも今後ね仮面ライダースラッシュ出てきたらちょっと楽しみにしていきたいなと思います。で、個人的にこの岡さんめちゃめちゃ好きなので、多分ね、この僕の動画見てくださってる方は結構仮面ライダーが好きな方だと思うんで、あの完成の、ね発表の
場でかなりオタクなトークをされてた岡さんを見て皆さんも好きになったんじゃないでしょうか。なのでまだ確定ではないですけど、仮面ライダースラッシュに変身する大神事を皆さん楽しみに待ちましょう。みんなで仮面ライダースラッシュカッコ仮をみんなで応援しましょう。仮面ライダーエグゼイドでいうあのゲームみたいな感じ、もうあの2号ライダーじゃないけど2号ライダーに匹敵するぐらい人気を誇った仮面ライダーゲーム並みに、皆さんでちょっと応援してね、仮面ライダースラッシュカッコ仮を応援していきましょう。はい、ということで本日はこちらで以上となります。7人目の仮面ライダーをちょっとね楽しみに待ちましょう。で、次週冒険ブルーの三上さんも登場しますし、なんと凛太郎が同系色3冊変身、なんと仮面ライダーセイバーより先に同系色の3冊変身をするということなので、これもちょっとね楽しみに来週ちょっと1週間待ってみたいなと思います。では皆さん本日もご視聴いただきありがとうございました。